どうも、ナチョです。今家の中にいます。ここ真ん中の部屋で、向こう側が8畳、でこっち6畳なんですね。で、向こうの8畳はもうだいぶ前に、畳を剥がしてフローリングを張ったんですけども、こっちはまだフローリングにしてない状態でずっと来てたんですけど、やっとまとまった時間がちょっと取れそうなんで、この畳を剥がしてここにフローリングを張りたいなと思ってます。フローリング材とか、断熱材とかコンパネとか必要なもの全部、揃ってあったんですけど、なかなか腰が上がらなくて、放置してました。今から始めて、明日明後日ぐらいで、完成させようかなと思ってます。日中外は38度とかそんぐらいまで気温が上がってめちゃめちゃ暑いんですけど、まあこの中エアコン効かして、ぼちぼちやっていきたいなと思います。じゃあやっていきましょう。全部畳を剥がして見てみましたが、下にあの防虫シートみたいなのが入ってたおかげで、この板はそんなホコリが溜まってるわけでもなく綺麗だったんで、まあ、この上にタルキを敷いて、で断熱材入れて、その上にコンパネで、コンパネを敷いた上に 15mm の床材を貼っていくっていう工程になります。まずは、ここに根太というかタルキを敷いていきたいなと思います。
これスタイロフォーム、今から叩いて切って中にはめていきます。朝9時ぐらいから作業をして、とりあえず断熱材引いてコンパネ、を引き終えました。まだちょっと端っこの方、コンパネが1枚ぐらい足りなくて、細かいところをちょっと埋めきれてないんですけども、まあとりあえず1日でここまでできました。次は、フローリング材を、ボンド塗ってで貼っていきたいなと思います。とりあえず今日はここまでです。お疲れ様でした。